民族の試練の歴史を超えてから18年、日本は動乱の絶え間ない世界情勢の中で国土の平和を保ち、たゆみなく積み重ねた国民の努力が今幾多の成果を結晶。オリンピック東京大会のような国際的行事を開催しうる実力を持つに至った。これをさらに発展させ永遠の繁栄を続けるには、より一層の努力と平和を維持する固い決意が必要であろう。ここに防衛庁年間の記録を振り返り、平和保持への期待と信頼を深め、さらに決意を新たにしていただければ幸いである。米国と結んだ相互安全保障条約に基づいて1月19日、第3回日米安全保障協議委員会が開かれた。志賀防衛庁長官、大平外相、ペルト太平洋軍司令官、ガイシャワー駐日大使が出席。最近の国際情勢を検討、米国の対日軍事援助縮小の傾向について意見を交換。さらに両国の防衛担当者の意思疎通を図るため、2月6日ギル・パトリック国防次官が来日、志賀長官と会談。また4月22日にはルメー空軍参謀長が来訪、浜松基地を視察。5月9日にはコース海軍長官の来日と続き、アメリカの日本への関心の深さを改めて認識させるものがあった。UFOとの親善交換、歓迎の放水を受けながら2月7日東京港に到着したフランス練習艦隊は、2隻の軍艦に海の士官候補生150名を乗せ、遠洋航海の途中初の日本訪問。2月11日には靖国神社へ、戦後外国軍隊としては初めての正式参拝。士官候補生たちは花輪を捧げ、第二次世界大戦の戦死者の冥福を祈った。イギリス、オーストラリア、ニュージーランドの軍艦4隻が神殿の抗日艦隊を組んで6月5日東京港に入港。ドレイヤー、イギリス極東海軍司令官は防衛庁に志賀長官を訪問。アメリカ航空士官学校の生徒115人が6月24日来日。27日には横須賀市小原台の防衛大学校を訪問。日米両国の士官候補生たちは連れ立って校内を見学、また記念品を交換するなど、和やかな神殿のひとときを過ごした。西太平洋の自由陣営防衛に協力しているアメリカ第7艦隊機関プロビデンス号が10月19日、13年ぶりに来航。ミス東京の花束贈呈など華やかな光景を繰り広げた。将来の自衛隊幹部を育成する防衛大学校第11期生500名の入学式が4月5日行われた。難関を乗り越え選ばれた和光度たち。式の後、
在校生2004名の歓月行進には初めて小隊長以上が儀礼灯を着用。風光明媚な琵琶湖畔の陸上自衛隊大津駐屯地に豪遊会から選ばれた各県代表の極人が6月7日訪問。基礎教育を受けている新隊員の朝の家業から見学。隊員と同じ食事を味わうなど隊内の生活を理解しようと一生懸命。午後は隊員を囲んでふるさとの頼り。若い女性は特に人気の的。一日を和やかに交換した極人たちは夕刻別れを惜しみつつ車上の人となった。各種の災害に国民生活安定の立場から防衛庁は数多く救援の手を差し伸べてきた。年の初め北陸上信越地方に今世紀最大といわれる豪雪が襲来、一切の交通が途絶、物資の欠乏を告げた。陸上自衛隊は東部中部の方面隊を中心として北海道から四国の師団まで1万7000人に及ぶ隊員を出動させ、1ヶ月にわたり機動的に活躍。また280両の強力な機械力の投入を行い、交通の回復を図った。さらにヘリコプター等を出動させ、不足していた生活必需物資の輸送を確保。僻地の生活不安はようやく解消された。復旧に活躍した隊員の引き上げが近づくと、地元の人々は各地で感謝の集いを開いた。この自衛隊の活躍ぶりを紹介する写真展に皇太子殿下もご来場。活躍する隊員の姿に温かいお言葉を漏らされた。池田首相もこの自衛隊の活躍をたたえ、3月11日東部と中部の方面総監に表彰状と金一封を送った。この日大森陸幕長も米下各部隊を表彰、その労をねぎらった。春とともに豪雪の雪解けにより雪崩地滑りが続出。3月16日夕刻には新潟県農町で北陸線下り普通列車が白山トンネルを出た瞬間地滑りが発生、列車線路を押し流し、さらに海岸沿いの国道や小泊まり部落の民家をも埋め尽くした。夜明けとともに駆けつけた陸上自衛隊高田部隊600名の隊員により早速復旧作業が開始された。泥にまみれて懸命に活躍する隊員に土地の人々も加わり、人海戦術を展開。裏日本の動脈は短時日で復旧することができた。防衛庁は災害救援のほか、有意義な国家的事業にも支援活動を行い、その成功に力を尽くしている。その一つ、日本では今世紀最後の皆既日食観測に北海道の陸上自衛隊が協力、専門家の観測人を支援した。7月21日午前4時過ぎ、日の出とともに日食は始まった。
皆既日食の瞬間、ダイヤモンドリング。二十数秒の荘厳な天空のショーは終わり、観測は大きな成果を収めた。東京千葉を結ぶ荒川放水路の火災橋は長年の間に普及危険となったので、下流に新火災橋が建設され、その力学的検査が9月11日夜半から行われた。これを練馬の車両部隊が支援。鉄材を積んだトラック33台が並んで、橋桁に加わる重量とたわみを計測。地盤沈下や地震洪水に耐える構造を持つこの橋の検査は夜の白霧まで続けられた。超えて10月7日晴れの開通式、祝賀の人々の喜びを乗せ、新火災橋は京葉交通路の影の働きを長く続けていくであろう。中山海上幕僚長の後任に自衛艦隊司令官杉江一蔵海将が任命され、7月1日防衛庁で着任式が行われた。第5次池田内閣成立により新たに防衛庁長官に就任した福田徳康氏は7月19日栄誉礼を受けて初登庁。陸海空の各幕僚長と挨拶を交わした。この日、新長官は遠洋航海に出発する海上自衛隊練習艦隊の出航式に出席。東京港晴海桟橋に勢ぞろいした秋月を機関とする4隻の護衛艦に162名の実習幹部が乗り組み、初のヨーロッパ訪問を行う。見送りの人々に応えながら、艦隊は航程5万キロ、130日に及ぶ航海の途に就いた。7月31日、長官は航空自衛隊浜松基地を視察、ブルーインパルスの見事な飛行技術を見学した。この第一航空団では、ジェット機で4万時間の無事故飛行という世界でも稀な金字塔を樹立。長官は8月14日一級賞状を贈り、その努力を表彰した。さらに長官は埼玉県朝霞の陸上自衛隊体育学校を8月22日訪れ、オリンピックに日の丸をとトレーニングに励む隊員たちの熱心な姿を視察。これら隊員が各種競技会で活躍するスポーツの秋が期待される。8月13日首相官邸で新たに国防会議議員となった人々の懇談会が開かれ、世界情勢とこれに伴う軍事情勢について事務当局の説明を聞き、今後の国防問題を検討した。東京市ヶ谷駐屯地に陸海空の自衛隊幹部を集めた幹部会議が9月12日開催され、出席した池田首相は、自衛隊の命脈は自発的意思に基づく人と人の結合である、幹部はこの点に留意し立派な自衛官を作り上げてほしいと訓示。福田長官は国民に信頼される盛況な自衛隊の育成に努力してほしいと要望した。首都の上空を守る第一線として地対空ミサイルナイキアジャックスが習志野をはじめ東京周辺4つの駐屯地に設置され、5月初め一般に公開された。
侵入した目標機を捕捉レーダーで発見。追跡レーダーがその高度、速度、方向を電子計算機に報告。これによって要撃位置が自動的に決定され、発見後4分以内にミサイル発射の体制となる。このナイキアジャックスはジェット機と呼応して防空の任を全うすることであろう。昭和38年度に建造される国産護衛艦2隻のうち、北上が6月21日東京港で進水式を迎えた。さらに12月5日には初の艦対空ミサイルターター発射装置を積載する天津風が長崎で進水。これら新鋭艦が就役の暁には自衛艦隊に一大威力を加えるであろう。航空自衛隊ジェット機基地の建設が茨城県百里ヶ原で開始されて以来8年、中央滑走路予定地を持つ人々が土地売り渡しに反対。このため基地は完成せず、防衛施設庁はこの人々に土地売り渡しの要請を重ねた結果、11件が承諾。4月10日防衛庁で土地売り渡し確認書に調印が行われ、基地完成に明るい見通しを立てられるようになった。昭和34年、新島に防衛庁のミサイル試射場設置が決定して以来、島の人々は二派に分かれて争ったが、防衛庁の約束した道路港湾施設などの保障工事が完成、島民の生活向上に寄与するとともに解決。一方、支社場本部、島の南端の支社場も完成。ミサイル発射の7月8日を迎え、国産1号ミサイルの発射準備が進む。空対空ミサイル TAAM2型、2.8 メートルの小型ながら6キロを飛翔する。中央指揮所での秒読み。続く第2号は防衛庁技術研究本部が誇る地対空ミサイル TLRM2型。このミサイルはレーダーに誘導されて目標に到達する。団体は海上の自衛艦に回収される。優秀な装備とともに精強な自衛隊を育成するには、年間を通じてたゆみない訓練を重ねなければならない。時に肌を刺す寒気に耐えて雪の山野に鍛え、北辺の守りに備える。また国土をめぐる海域に潜み、沿岸の住民や航行の船舶を脅かす潜水艦に対処する訓練。警戒やスクランブルに昼夜を明かさぬ活躍を続けるパイロットたちの気球に対しての脱出訓練。そして洋上救出訓練も欠かせぬものであろう。
硝煙をみなぎらせて隊員の精進は続く。この訓練の積み重ねこそ有事に対し防衛の実を挙げる唯一の道である。立体的な防衛力を要求される近代戦に応じ、東北の原野に展開する空挺部隊と地上部隊の攻防作戦。さらに北海の海岸に揚陸、陸海空の統合演習を実施。旺盛な士気を内に秘め、ひたすら盛況を目指す自衛隊は10月27日、記念式典の日を迎えた。オリンピックリハーサルとなる東京国際スポーツ大会の運営支援を要請された防衛庁は、陸海空から支援隊を選抜、9月23日部隊編成完結式を行った。人員1919名、車両221両、通信機、砲、艦艇、航空機まで動員する万全の支援体制はここに整えられた。マラソン競技が行われる甲州街道、折り返し42キロ余にわたる熱戦の過程を伝える通信を担当した支援隊は、10月3日から通信線施設を開始。また東京周辺の駐屯地で9月初めから支援隊別に業務の訓練を重ね、特に大会の成否を左右する開会式の運営には主力を注ぎ、6回の予行を繰り返した。各地迎えた10月11日、神宮外苑国立競技場で東京国際スポーツ大会開会の式典は華やかにその幕を開いた。陸海空合同音楽隊の奏でる行進曲に乗って選手団の入場。プラカードを掲げた自衛隊員の先導で参加34カ国621名の外国選手が行進する。
選手団のしんがりは日本、総勢944名、若い力と感激を込めて行進する。選手の整列が終わると隊員による国旗掲揚である。大会総裁交代司令下のオリンピック東京大会の原動力となるようにとのお言葉。ファンファーレ。大会旗入場。保持するは海上自衛隊員。分秒刻みのスケジュールを狂いなく進めるため、広い競技場の各所で通信に連絡に隊員は懸命である。350人の大合唱団の参加のうちに大会旗が掲揚され、続いて3カ国国旗が掲げられる。5000羽の鳩が一斉に放たれた。絵画館前での祝砲発射。国境を越え民族を問わず、平和と友情に結ばれた感激の式典はここに終了。秋晴れの空の下、12日から5日間オリンピック20種目をめぐって、参加各選手は22の会場で、より速く、より高く、より強く、記録と栄冠を目指して激しい意欲を燃え上がらせた。これら選手の活躍を支えて、各会場での救護、衛生、通信、輸送などを自衛隊が担当。特に馬術、近代五種、自転車、装丁、カヌーなどは競技運営面にも立ち、広範な支援活動を展開。また隊員が選手として競技に参加。陸上では円谷選手が 5000m に14分14秒フラットの日本新記録で5位に入賞。さらに1万m では1位とは1秒2の僅差で4位に入賞。オリンピックを目指す日本選手陣の惑星として注目を浴びた。また重量挙げではミドル級に藤本と花岡、ミドルヘビー級に杉岡の3選手が出場。藤本選手は健闘よく5位に食い込むことができた。ライフルおよびクレー射撃は運営のほとんどを自衛隊が担当。隊員選手も多数参加。フリーライフル三姿勢では日本新記録で伊藤選手が優勝。エキシビジョンではラビットファイヤーピストル60発競技に釜池選手が593点を挙げ日本新を記録した。神奈川県葉山でのヨット競技には海上自衛隊が艦艇38隻、隊員1841名を投入。競技海面の設定、監視、救助、輸送など運営を一手に引き受けて活躍。相模湖でのカヌー競技には隊員9名が参加、カヤックフォアで優勝を遂げたほか、各種目に目覚ましく進出。再び国立競技場、神宮外苑周辺をコースに行われた20キロ競歩には隊員から栗林選手が参加、よく4位に入賞。またレース経過を伝える通信支援の隊員が各関門ごとに3名1組となって配置され、無線機により競技場の通信支援本部へ刻々と通報。
正確な記録の迅速な発表に力を尽くした。この通信隊の支援は大会の最後を飾るマラソン競技でその能力を最高度に発揮、コースの甲州街道に設けられた関門11カ所から選手通過後1分以内に本部へ記録を送信した。また競技に参加した南、黒田、杉谷、角田の4選手は苦しいレースながら関東精神を発揮して完走、有終の美を飾った。さらにオリンピック東京大会支援の第一歩として支援集団司令部を編成、12月10日完結式を行った。昭和39年6月から支援隊員5460人を練馬朝霞の駐屯地に集結、本格的活動を開始することとなろう。国民と共に永遠の繁栄を願って国土の平和を守る防衛庁はひたすら研鑽を重ね、国民の期待と信頼に応える努力を続けるであろう。